ステータススキルの、どうにしようかな、ソニックランページ俺これ好きだから、うーん、アークスライサーリバースピンを、いやクレセントスパイクを、イノセントペンデュラム、いいね。ペンデュラムっていうとあいつ思い出すな、シャーマンキングのなんだっけ、なんか林道湖くんみたいな、林道湖ファミリー牧場くんみたいな、リしか合ってないな。でリジェネレートを、どっちがいいだろう、 HP 最大値ブーストとこっちにしてみよう。12、ん、どうやってどうやってやればいいんだ、よし、ペンドラム、おー、これで、あ、やばい、血脈がある人いたから、やめなさい、やめなさい、やめなさい、私の血脈を、おー、いい、ペンデュラム、いい、かっこいい、ペンデュラム、ナイス、ペンデュラム、ペンデュラム、ナイスです、よーし、掴めません、使ってまーす。そして、ソウルスティールで回復、どんくらいいく、倒すと、これでフィニッシュじゃないよ、よいしょ。さあ、ソウルスティールの回復か、それとも血脈の回復か、混ざっちゃうと、ちょっとどっちがどっちくらい回復してるのかが分かりづらくなっちゃう。おっ、アクスライサー、そしてなんとかなんとかこの突進技の名前をついつい忘れてしまう。ピンディラムはあれかな、前方向かな。おっと、ピンディラムの当たり、あれ、どうだ、地脈、俺の地脈返せ、なんだ、おっおっ、突進、あ、おっと、おりゃおりゃ、おノーガード戦法、ノーガード戦法、ガードなんかしてる暇がないというか、考える暇がないというか、焦ってそんなことをしている暇がなかった。まずい、地脈やめなさい、地脈は大事にしなさいっておばあちゃんに言われたでしょ、あっあっち行っちゃえ、地脈そろそろ終わるかな、こっちにもいたか、いない、経験値のこいつがあるだけだ。アークスライサー、アークスライサー、当たらない、当たらない、当たらないスライサー、当たらないスライサー、当たらないス、あ、出なかったスライサー。そしてペンデュラムを使いたいけども使っている。レイジュニークリア、ライトニングドロップ、真下へ急降下しながら攻撃します。おお、いろいろ技を試していきたいからね。シュライク、正面にレーザーを打ちます。フリージャーレーザー、最大値上昇とかもありだな。ソウルスティールは1個だけだから、ルーンソウル、天秤石の消費を抑えます。おお、技をバンバン使いたい人よか。そう、 HP ブーストも少し上げて基礎を上げつつ、ライトニングドロップ、これやってみたいな。13日目、あ、これはペンデュラムだ。急降下してどうのこうのをやってみたい。ここは地脈がないから突き放題、おお、これが、おお、いいね、かっこいい。急降下してそんでドシーンといったところに、リアちゃんの重みで、リアちゃんじゃないや、フリーチャーちゃんの重みで敵にダメージを与える。浮かしたい、どうした、おーんと、まとめてやっつけられたいね。よーし、おっ、おーん、たまにペンデュラムを使いつつ、うん、おお、ロッ、あー、いいね。そしてお気に入りの、そう、失敗出ない、お気に入りのソニック、ソニックランページ好き、これ好き、ここ好き、ボーンと、でもやっぱコンボを絡めてやっていきたいね。もちろん、やっぽーん、あ、 MP がね結構足りないな、何回もバンバン使ってはいきたいけど、おりゃ、できるだけ真ん中の方に向けてランページをボーンって投げてあげたいな。ボーン、いいね、新しい技の、お、 HP が危ない、でも敵を倒して回復を図る。おっ、失敗、おお、37、敵に777回ぶつける、おお、フィーバー、ビジュアフィーバー、やってくぞ、お、危ない、よし、
抜け。上にもいるな。お、落ちてきた。おー、急降下。ランページのね、当たる範囲が結構狭いから、しっかりと持って押しんって投げていきたいね。14。お、変なとこに地脈があるな。いつも真ん中の下なのにね。で、新しいの覚えたよ。あ、失敗した。このあ、こっちにも、こっちにもあんのか。なんてこった。これは油断できない。ありゃー、レーザー攻撃。お、これは怖いぞ。おりゃ、地脈にも敵をぶつける。やめなさい、やめなさいって言ってるでしょ。でもってこの感じだと上にもあるんだよな。おりゃー、魔力レーザー、ひーひー、これは焦る。こっちのやつも攻撃されてる。一体が弱くても地道に重なると怖い。こっちにもやめなさい、やめなさいって言ってるでしょ。おまけに一発キー。俺を狙え、フリージャーを狙ってくれ。地脈じゃなくて、この地脈大好き。小田爪、ふう、あ、また上にも吹き飛ばし攻撃とかで、この端っこから、お、やばい、一個壊れそうなのがある。いや、どれだ。それを重点的に守っていきたいというか、優先的にその周りの敵をやっつけたいけど、あー、しまった、こっちじゃない。おりゃ、どいつだ。そして新しい技、レーザーを全然使えてないな。どこだどこだ、レーザー、これでどこだどこだ、やったか、いた。うん、レーザーの使いどころがうまいこと。また来た、なんてこった。うわー、やられた、地脈。残念。さあ、後半戦かな。やめなさい、上にはいない。そしてあとこいつだ。おーりゃー、いやー、まだいるな。そこか、はっ、つか、フィニッシュ。そしてつかめ、つかめ、あー、ダメでしたけども、クリアー。続いてはボス戦。おお、シャイニーさんだ。ん？一応聞きますが、リスティンはあなたが倒したのかしら？一緒にいた男の人ならもう帰ったよ。帰りにファミマ寄るって。帰った？生きているの？そう、よかった。あなたも帰ってくれないの？私はここは通さない。ユーナは通す、ガードも通す、だがシャイニーは通さない。あなたには随分驚かされたわ。でも終わりにしましょう。おお、どんな声してくるんだ。カード、お、カードなんだっけ。空中コンボの威力上げてあるけども、人間キャラっていうかボス敵ってなかなか浮き上がらないんだよな。おっと、攻撃の威力高いな。これかダウンを奪ってその間に持ち上げてって感じがいいかな。そしてソウルスティールより、これは、あー、しまった、リジェネレートの方が良かったな。そして敵も出てきた。こういう雑魚敵を倒して、うわー、回復をしようと思ったけどそんな暇もないな。どんどん攻撃をした方がいいのは分かっているが、そして
下の方で敵がどんどん攻撃されている。追尾弾を撃たれている。にらめっこ。これはまずいな。負け戦だ。そんなに強くなかったですよ今の私。今度は HP ブーストとリジェネレート、合わせるよ。これはどんな攻撃かな。近くで、おーっと、あっ、ここで上からゴシーンゴシーンってやってたらもしかして割と楽に倒せたりとか。このキノコが邪魔だな。大きいキノコ。ペンデュラムでシャイニーさんは持ち上げられるかな。それか普通にこの雑魚敵を持ってぶつけてあげる方がいいかな。ペンデュラム使うんだから。あ、なんと肉弾戦も強い。見えたか今。角度によってはシャイニーさんも見えるか。違うな。スパッツ履いてるか。スパッツか。くそ、男のロマンを奪いやがって。めくれたらその下は純白のあれと決まっているだろう。フリージャーを見習え。お前は悪、間違いない。今わかった、お前は悪だ。そんなやつは粛清してやる。がぜんやる気が出たぞ。本気でやらせてもらおう。本気でじーっと待って、本気で回復させてもらおう。本気で待たせてもらおう。クリアタイムは伸びるが、待つ。うわー、近づきがたい。お、待って、256回ガード。懐かしいネタを盛り込んでくるな。おー、くそー、あとちょっとなのに。きつい。うおー、発狂モードまずいです。うおー、こんなもん撃つな。押し切れ。はい、押し切りたいけど全部をガードすると。よーし、危なかった。見えるか。惜しい、ダメだ。全部をガードしちゃうとガードブレイクしちゃうからね。ステップでうまく避けないと。どうだこれ、見えるか。いや違う、どの道でもいい。このここ、ここ好き。うん、強いわね本当に。シャイニーさん、あなたがなぜかがんだかは分かったよ。なぜ伏せたか分かったよ。ここだね。でもね、今視聴者はね、ここですよ。あなた素晴らしい、素晴らしいサスペンションを今使っている。もうやめよ、私の方がきっと強いよ。5、6回ぐらいコンティニューしたけど。そんなこと言われて引き、ああ早い。あ、あ、ありがとうございます。スパッツじゃなかった。あ、あ、どうした。え、なにこの子、かわいい。でかい獲物を持っている小さい女の子っていいよね。え、あなたは誰？見えるか？見えない。見えてる見えてる。めっちゃ見えてる。あ、待って。社員を運んでいた謎の少女。一体何だったのか。しかし、我々は、シャイニーさんのパンツの色は白だということが分かった。ごめん。一時はスパッツなんてこと言っちゃって。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方はこちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。